Gravity Live 2021 Christmas Limited 12月18日19日木は天王寺にて3年ぶりのグラビティライブです。成熟した美貌、パワフルな歌声とダンス、そして痛快なトークをお送りします。お待ちしております。キュービクルトランセンデントエクスプレス12月10日から19日まで上野スターハウスでやってます。皆さんお待ちしてます。番外公演その3、公演1点、作演出西岡とニール。12月15日から19日までステージカフェ下北沢亭にて待ってます。劇団スーパータイチモンドリームボックス2021年10月7日から12日アトリエファンファーレ公演地にて上演されます。皆さんの心にきっと何か届き、すごい感じる舞台になっていると思います。ぜひ見に来てくれ。時代に振り袖をたなびかせ走る不死身探偵がいた。都会の華やかさと不安感が混在した大正ロマンの時代、さまざまな異種能力を持った探偵社のメンバーがバトルを繰り広げるプロジェクションマッピング舞台イモーラルディテクティブ、予約受付中。アポック一人芝居フェスティバルアポフェス2022、総勢23組の出演者による一人芝居の祭典、1月15日から2月6日まで土日に開催。お得な回数券や配信チケットもあります。会場は千歳船橋アポックシアター。アポフェス2022で検索。